大井ダム。大井ダムは、木曽川本川中流部、岐阜県江那市大井町と中津川市昼川、旧、江那郡昼川村の境に建設されたダムである。関西電力株式会社の水力、発電専用ダムで、大井発電所並びに新大井発電所へ送水して、最大8万4千キロワットの電力を発電する。 大井ダムは、基礎川を横断する形で築造されたダムである。落合ダムの下流、笠木ダムの上流に位置する。関西電力が保有する発電専用ダムであり、ダム付設の発電所は、ダム建設と共に設置された、大井発電所、出力52000キロワットダム水路式発電所と、河川利用率向上のため1983年、昭和58年に追加された新大井発電所。 出力3万2千キロワットダム式発電所の2カ所がある。ダムによって形成された調整地周辺の渓谷はエナキョウと呼ばれる。基礎川水系で最初に作られたダムで1924年、大正13年に完成。高さ53.4メートルの重力式コンクリートダムであり、日本では大尺川ダム、高橋川、 水系大社側に続く50メートル上級のダムある。建設時の電力会社は、大道電力という対象、昭和期の大手電力会社で、電力王と呼ばれた、実業家、福沢桃介が建設を主導した。2007年度、平成19年度に、中部山岳地帯の電源開発に関する、近代産業遺産群の一つとして、大井ダム並びに、 大井発電所が経済産業省によって近代化産業遺産に認定された。形式は直線型重力式、コンクリートダム。ダムの包み高、基礎岩盤から比越流部、包み頂きまでの高さは53.384メートル、包み町長、頂上部長さは洪水吐きゲートのある、越流部が199.136メートル、非越流部が76.622メートルで、 合計275.758メートル。包み重幅、頂上部の幅は、腰流部で6.364メートル、秘越流部で5.150メートルある。包み体積、停滞の体積は、元は153,268立方メートルであったが、新大井発電所取水口の建設に際して、秘越流部の一部、1,515立方メートルを取り壊しており、 15万1753立方メートルに減少している。ゲートは幅7.6メートル、高さ6.4メートルのテンターゲート、ラジアルゲートで計21門並ぶ。ダムによって形成される調整値の総貯水量は2940万立方メートルで、そのうち満水位。 標高258.48メートルから6.06メートル以内の有効貯水量は925万立方メートルとなっている数字は2008年月末時点また貯水面積は1.4平方キロメートルに及ぶ動作大井ダム付設の発電所は大井発電所と新大井発電所の二つがある大井発電所は 最大使用水量139.13 13立方メートル毎秒有効落差42.42 42メートルにて最大52000キロワット新大井発電所は最大使用水量85.00リッター片メートル毎秒有効落差43.96メートルにて最大32000キロワットをそれぞれ発電するダムと共に建設された大井発電所は ダム湾上流約80メートルの場所に取水口を設ける。ここから約300メートルの圧力トンネルによる導水路でサージタンクへ導水し、約65から70メートルの水圧鉄管4畳にて、水を落として4組の水車発電機を稼働させる。水車は立軸炭臨炭流渦巻フランシス水車を採用し、発電機は容量13,800キロボルトアンペアのものを、 備える。周波数は 60Hz を採用する。発電所建屋は、鉄筋コンクリート構造を2階建てで、面積は1168.9平方メートル。1983年になって設置された、新大井発電所は、ダム岩平津流部を一部切り替えた場所に取水口を設ける。発電所建屋も、取水口と同様、季節大井発電所よりも、 ダム寄りに位置することから、取水口と発電所の距離を短縮しつつ、効率的に落差を確保すべく、導水路を省いて取水口に、水圧管路を直結させる方式をとる。水圧管路の長さは134.7メートルで、埋設コンクリートによる上部水平部分、埋設水圧鉄管による縦坑部分並びに下部水平部分からなる。水車発電機は、 富士電気製で一組のみ設置。水車形式は立軸炭輪単流渦巻フランシス。水車、発電機容量は3万6千キロボルトアンペアである。発電所建屋は半地下式で面積は390.9平方メートル。大井ダム及び大井発電所は大正から昭和戦前期にかけての大手電力会社大道電力によって建設された。大道電力が 岐阜県内において基礎川の水利権を取得したのは、全身基礎電気工業時代の1920年、大正9年3月のことである。大井地点はこの時に許可を受けた合地店のうちの一つで、許可当初は、江名郡中津町駒場、現、中津川市駒場に取水口を、その下流約1 1トル地点の江名郡、大井町屋座、奥戸現、江名市大井町屋座奥戸に放水口をそれぞれ、 儲けるという水路式発電所をよる計画であった。だが、上流の静波八地点や、読書地点においては、基礎川の川床勾配は約100分の1であるが、大位地点においては280分の1に過ぎず、水路式発電所を儲けるには有利な地点でないので、その後の調査で、ダム式発電所に変更し戦闘負荷を持たせることが適切と結論付けられた。 そして1921年、大正10年8月、大一点をダム式発電所に変更する計画変更許可を得た。ダム建設が決まったものの、包み高50メートル級のダム建設の経験は、当時の日本にはなく、しかも下流に、農利平野を控えるという立地のため、その設計、施考には周到な調査研究が必要であった。そこで、 大道電力では、地質学者の小千部忠師匠に移植して、地質調査を実施し、3カ所の候補地を精査、その中からダム建設に最も適するとして、最下流の場所を選定した。調査結果を踏まえ、1922年、大正11年4月、ダム、発電所の建設場所を、大井町あざ奥戸から、江奈郡昼川村あざ、湯葉、源、 中津川市昼川あざゆ和へと移す設計変更許可を得た。またダム調査のためにし、畠山義信をアメリカ合衆国へと派遣した。大井ダム発電所の着工は1922年7月。建設所長には日本最初のコンクリートダムである布引き五本松ダム、神戸市などを手掛けた技術者、佐野東二郎を招聘し、アメリカからも技術顧問団を招いた。 ところが工事中、所長の佐野がダム建設用コンクリートに用いる骨材の採取場所をめぐって会社と対立し辞任するというトラブルが発生した。公認建設所長にはアメリカでのダム調査から帰国した畠山義信がつき、同じくアメリカから帰国した石川栄次郎が建設実長となった。建設工事は積極的に機械化された。 資材輸送の手段として、最寄りの中央本線大井駅、現、江奈駅とダム建設地砂岩を結ぶ全長 4.3km の専用鉄道を敷設し、基礎川を横断する作道2本を仮設した。鉄道終端とダムの間にある傾斜地には採石、コンクリート工場を設置。コンクリート打ち込み作業は、4台のミキサーにより製コンクリートを練り出してトロコに積み込み、 それをガソリン機関車牽引でダム上部に加強されたトレッスする橋上へ運搬、そこからシュートを利用して流し込み、下でケーブルクレーンによって玉石を打ち込むという流れであった。これらのミキサー、機関車、ケーブルクレーンや蒸気ショベルはアメリカからの輸入品である。これらの機械化作業により1ヶ月に最大12,300立方メートルのコンクリート打設が施行された。 工事中、度重なる洪水被害が工事の支障となり、さらに金融面でも1923年、大正12年9月の関東大震災で金融拘束が生じた。この頃、大道電力では、大井ダム工事に要する追加資金、次に着手した落合ダム工事の資金、短期謝罪の借り換えなどで多額の資金を必要としていたことから、翌1924年、 大正13年5月に外債発行を決定する。そして、社長の福沢桃介自ら渡米して、交渉を重ね、同年8月外債1500万ドルの発行を実現させた。着工から2年1ヶ月後の1924年8月16日、大井ダムの淡水が開始され、同年11月28日に大井発電所の運転が開始された。 大井発電所の主要機器はすべてアメリカからの輸入品であり、水車は、生、発電機はゼネラルエレクトリック製、変圧機はウェスティングハウスエレクトリック製のものが設置されている。当初の発電所出力は4 2 9 0 0ットで、前年春高の読書発電所、出力4 7 0 0ットを抜いて、当時日本最大の発電所となった。送電線は、 基礎川筋から大阪府へと至る大阪送電線が接続し、大井発電所の発生電力は須原、読書両発電所の発生電力と共に関西地方へと送電された。大井発電所の使用水量は建設当初最大4500立方弱毎秒、125.22立方メートル毎秒に設定されていたが、設備能力に余裕があるため5000立方弱毎秒。 139.13 13立方メートル毎秒へと引き上げる許可を得て、1938年、昭和13年9月に発電所出力を4万8000キロワットへと増強した。翌1939年、昭和14年4月1日、電力国家管理の担い手として、国策電力会社日本発送電が設立された。同社設立に関係して、大道電力は、 電力管理に伴う、車載処理に関する法律第四条、第五条のようによる日本発送電への車載管理、支払い義務継承ならびに、車載担保電力設備、工場財団所属電力設備の強制買収を、前年12月に政府より通知される。買収対象には、大井発電所など14カ所の水力発電所が、含まれており、これらは、日本発送電設立の同日に、 同社へと継承された。太平洋戦争後、1951年、昭和26年5月1日実施の電気事業再編成では、大井発電所は、他の基礎側の発電所と共に供給区域がいながら、関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を、発生電力の主消基地によって決定するという、潮流主義の原則に基づき、 基礎川筋の発電所が関西電力所管となったことによる関西電力時代1963年昭和38年から1969年昭和44年にかけて大井発電所では水車が4台とも三菱重工業製のものに更新された更新前のアリスチャルマーズ清水車4台のうち1台は1968年に 名古屋市科学館で開催された電力王福沢桃介生誕100年展を機に同科学館へと寄贈されている。また、水圧鉄管についても1977年昭和52年に川崎造船所製のリベット接合管から三菱重工業製の全溶接管へと更新された。さらに1997年平成9年11月にはリフレッシュ工事が進行し、 発電所出力が4 0 0 0ット引き上げられた。以後発電所出力は5万2 0 0 0ットとなっている。木曽川水系上流部の大滝川では、1943年、昭和18年に三浦ダム、1961年、昭和36年には、牧尾ダムが完成して2つの貯水池が出現した。その結果、木曽川の河川流量を年間を通じて、 調整できるようになり、下流部における流境が改善された。したがって、大井田口点においても、流境は建設当初に比べ大きく変化した。具体的な値で見ると、大井発電所の最大使用水量、139.13立方メートル毎秒は、昭和40年代の10か年平均流境では、放水量を下回る1 0 0か流量。 年間を通して110日はこれを下回らない有料に、誤装としており、まだ発電する余地があったのである。関西電力では、1971年、昭和46年の新丸山発電所建設以降、基礎川開発を中断していたが、オイルショックを機に新規水力開発の経済性が相対的に向上し、また純国産エネルギーとして、水力発電を見直す機運が高まったことから、 1970年代後半より、木曽川開発を再開した。木曽川本川では、大井ダム上流に位置する季節落ち合ダムにて、新落ち合発電所が180年、昭和55年に運転を開始。ついで、大井ダムの余力を利用する新大井発電所の計画が立てられ、1981年、昭和56年3月2日、新大井発電所建設所の発足とともに工事が、 開始された。着工から2年後の1983年、昭和58年4月27日より、新大井発電所は、出力3万2 0 0 0ットにて運転を開始した。新発電所建設の結果、大井ダムにおける火水利用率は72%から84%へと上昇している。大井ダムによって誕生した、人造庫によって、エナキョウという、 新たなる名称が誕生した。10キロメートル以上にわたって、祈願、絶壁が、湖の両岸にそびえ、春の桜や秋の紅葉の時期の継承で知られる。下流の丸山ダムによってできた、丸山素水湖とともに、日田木曽川国定公園に指定されている。2005年、平成17年には、財団法人ダム水源地環境整備センターより、エナッシュの推薦を得て、 ダム湖100線に指定されている。大井発電所と新大井発電所はダム直下右岸に並んでいる。左岸にも小さな発電所があるが、これは中部電力の奥土発電所である。大井ダム直下で基礎川へ合流する阿木川の上流で取水し、最大5 0 0ットの電力を発生するもので、大井ダムから取水するものではない。大道電力が、 大一点の推理権を得た際、同社はその付帯条件として、岐阜県より木材運搬施設の整備を命ぜられた。当時、築地町を中心に広がる裏木曽の五両林では、伐採した木材を築地川と木曽川本川を使って、名古屋方面へと流す川刈りが盛んであった。木曽川を横断する大井ダムが完成すればこうした材木輸送は不可能となるため、 つけチワーの木材陸揚げ設備と、これと、中央本線坂下駅内市中津川駅との間を連絡する軽便鉄道の整備が県より、要求されたのである。木材運搬施設の整備は、ダム工事に伴う仮締め切り工事までに完成させる必要があったが、単に裏基礎保料林からの木材輸送を行うのでは、不経済であるため、地元と協議の上で、一般旅客、貨物を扱う。 地方鉄道法による鉄道にその役割を担わせることとなり、大道電力は地元有志その他との接伴出資によって1922年、大正11年2月北へな鉄道、現、北恵交通を設立。そして同社を通じて、中津川から河地に至る 22.1km の鉄道路線を1924年、大正13年8月に完成させ、 さらに自社負担で終点下付け地付近の付け地側に木材陸揚げ場を整備し、こうして木材運搬施設が整備されたが、陸洋上は後に森林鉄道が整備されたため使用されなくなり、鉄道路線も1978年、昭和53年に廃止されて現存しない。大道電力が出資する北枝鉄道は、大道電力が 大井ダム建設資材輸送用に付設した専用鉄道も譲り受け、1928年、昭和3年12月より、地方鉄道の大井線として営業を開始した。この路線は、中央本線大井駅と大井ダム左岸、天馬より約30メートル上の地点を結び、全長は4.3キロメートルであった。だが、営業は4年間のみで、1932年、 昭和7年9月に大道電力において他に要するためとして廃止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。